演舞開演。どうも、本日はこちらハウス食品のフルーチェイチゴを作って食べたいと思います。何でも最近新たにリニューアルしたそうです。フルーチェ、昔からある懐かしい商品ですが、今もどういう風に変わったのかな、何年も食べてないとわからない。いちごの香りが、では牛乳を加えたいと思います。混ぜ混ぜ、できました。ではいただきます。やっぱり昔より美味しくなっていますね。どうに久しぶりに食べましたが、何年経ってもより新しくなって、より美味しくなっている、そんな感じがします。またいろいろ食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。